とママで2人で行うマタニティペアヨガをご紹介していきます。これはですね、2つの効果があります。1つ目はママの体のコリをほぐして楽にすることと、運動不足を解消することです。そして2つ目、パパとママでコミュニケーションを取ることによって、お互いに思いやりのある心を作るということですね。これら2つによってあなたの家庭はより明るくなります。そして赤ちゃんを迎える準備を楽しく進めることができます。それでは今回は開脚のポーズです。パパとママ2人で協力しながら行っていきましょう。はい、お互いのですね、柔軟性に合わせながら、はい、足を開いていきます。はい、そこから2人で握手。はい、でシーソーをするような感じでお互いに体を倒していきます。動作はね、こういう感じです。はい、そこからですね、呼吸をですね、吸って、吐きながら、鼻から吐きながら、はい、反対、反対、反対、OK ですね。はい、これはですね、パパとママでお互いにタイミングをね、合わせながらシーソーのように行ってください。この開脚のポーズはもうやっていただくと分かるんですけども、内もものストレッチです。で、内もものストレッチを行うことによってママはですね、産道がとにかく柔らかくなるということ、そしてパパはね、股関節周りをしっかりと柔らかくすることによって怪我をせずに育児をですね、お互い協力的にできるようにするというね、効果があります。ぜひね、2人協力しながらやってみてください。